パソコンのオンラインゲームで勝敗を競う、いわゆる e スポーツの都内最大規模という施設が豊島区に誕生しました。 JR 池袋駅から歩いて5分ほどの場所にオープンしたのは、 e スポーツが楽しめる施設、ルッス池袋です。施設の中にはこのようにたくさんのパソコンが置いてあります。最大100台パソコンを置くことができ、100人同時対戦もできるということです。コンセプトは誰もが気軽に楽しめる e スポーツ。高い性能のパソコンとネットワーク環境を導入し、動作が遅くなりがちなオンラインゲームも快適に楽しめるということです。他にもゲーム大会の様子をインターネット中継できる実況・解説用のブースや、防音ガラスで囲まれたボックスシートも設置されています。いつもこう顔合わせないでやってるんで、まあ、こう今フェイスとフェイスでやるっていうのは結構新鮮かなっていうのはあります。やっぱこういうところのパソコンだと動きとかが結構滑らかで、まあ、結構通ってもいいのかなみたいな。e スポーツの競技人口は世界で1億人以上と言われ、施設の運営会社は国内での普及のきっかけにしたいとしています。まずはルプスっていうものはスタート地点、皆さんがここで感じてもらって、さらに e スポーツをみんながいろんなことを考え始められるようなきっかけの場所になっていただければいいかなって思ってます。料金は3時間1000円からで、営業時間は午後2時から午後10時までです。